負けたら罰ゲーム、意地とプライドをかけた真剣勝負。もしプロ野球選手がいきなり目の前に現れたら、叫びます。叫びます。ギータ先生アダルト編が2年ぶりに復活。アダルト編です。はい、わかりました。何でもいいです。フォークスナインと一緒に1年を笑顔で締めくくりましょう。まずっフィーマスプレゼンツフォークス選手会ゴルフ、冬の大運動会お年玉スペシャル。イエーイ。まさかお前なんで読まんのや。いや多分そろわんと思ったんだよ。さあということでね、今日はねもう選手会ゴルフで大いに盛り上げていきたいと思いますけども、辰川さんにもね十分盛り上げてください。いや盛り上げるよりわしらね、はい、あの選手会のゴルフでねこうやってレポーターとかされたら一番嫌やった。めんどくさかった。そりゃめんどくさいわ。今からゴルフ集中して楽しもう。オープニングオープニング。お前ちょっと今日あれベストドレッサー狙っとるんか。いや今日優勝。オッケー、分かった。そして今回はですね、ギータ先生のアダルト編もありますから、はい、先生いつもはね子供の質問ですけど、はい、今日はね大人の質問用意してます。分かりました。辰川さんと一緒ですから。はい、いやいや、私はこの仕事だけしとうなかったけど、ね、起きたけど寝るまで特に用はなしやけの来たよ。私はオファーがあってすぐ。お疲れ様です。はい、さて選手会ゴルフには優勝者だけではなく、ニアピン賞やホールインワン賞、さらに辰川賞と豪華賞品が準備されていますが、これもダイヤな。ギータ先生ここで意気込みお願いします。いやもう辰川賞だけ狙って。さっき優勝って言ってますでしょ。いやいや、やっぱ変えます。辰川賞狙います。柳田、はい、キャプテンにですね、はい、開会宣言をね、はい、お願いしたいと思います。はい、選手会ゴルフ始まります。フォークス選手会ゴルフの舞台は福岡県糸島市ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ。シーズンを戦い抜いた選手たちが英気を養うべくバットをクラブに持ち替えてオフを満喫します。宮古島に行きたいか。おー、南国でリフレッシュしたいか。おー、宮古島にレッツゴー。ニューピン対決。ティーショットをどれだけピンに寄せられるかを競うニアピン対決。優勝者には沖縄本島を中心に60以上のホテルを展開し、ビジネス、観光、旅行の力強い味方となる金城より宮古島ミスター金城ペア一泊宿泊招待券が贈られます。お二人はもう宮古島へ行きたいっていうお話も。僕行ったことないんで、一回は行ってみたいなっていう、はい、家族で行きたいですね。あの嫁さんも沖縄大好きなんで行きたいですね。うわー、ぜひその気持ちを優勝していただきたいです。ぜひこのショートホールに向けていただいて、はい、いやここだけマジで。奥様のために気合十分の今宮選手でしたが、打球は OB ゾーンへ。続いて家族で宮古島行きを狙う森投手。あ、やばい。いや、いい、いい、いや、いい、飛びすぎかな。乗って、乗ってくれ、乗れ。来た、乗った、素晴らしい。やり決まり、乗った、素晴らしい。やり決まり、めっちゃいい、ナイスショット。これはいきなりスーパーショット。やばいと言いながらも打球はピンのすぐそばへ。さすがホークスの守護神。ただいまの記録2m79cm です。すいません、ありがとうございます。これは通った。いや、もうもらいましたね。もう本当にありがとうございます。まあ、家族とリフレッシュしてまだ来年も頑張りたいと思います。ありがとうございます。すげー、もう取ったコメントだ。もう取ったコメントだ。まだ分かりませんけどね、この後。いや、もうもらいました。楽しみしてください、宮古島。これは分かんないですよ。続いてはミスターアツオ松田選手と今年ブレイクしたリチャード選手。宮古島のミスター近所のペア一泊のね、この宿泊招待券もついてますと。マジですか、ミスター近所。あ、やっぱご存知ですか。ですか。そうです。あ、知ってます。おー嬉しいですよね。嬉しいですね。人思いの。おー、ライナー。エンちゃんこれ乗ったんじゃん。いや見て。あ、落ちてきた、落ちてきた。あ、寄ってきた、寄ってきた、寄ってきた。あ、寄るかも。あ、カラーだ。あれ狙ってたんですよ。あれ
狙ってるんですか。記録には残らない奇跡の一打、爪痕は残しました。続いてはマッチ。まずは計測ガール、メリークリスマース。お前サンタの帽子かぶってるの、ね、絶対動かすぞ。さすが松田選手。伝わる。よっ。ちょっと喋りすぎましたか。はい、すいません。続いてはクールなイケメン東浜投手の挑戦です。いい、いいよ、来たこれな、これはいい。おー、近い近い、あー近い近い、あー、バックスピンかかった。どうどうどう。これは森投手の記録を超えたか。行きましょう。ただいまの記録、4m55cm です。あー、惜しい惜しい。さあ、ここで優勝候補が登場、ギータ先生とボンバーマサゴ。普通にあの辺落とせばいいだけです、うん、そう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 、はい、チェックします。ギータでチェックあります。戻った戻った。一番得意な距離。これどこまで見えました今。もう穴見ました。ギータ先生、記録更新なるか。おい、いい感じでたけどな。しかし風に流され、痛恨のバンカー。距離は素晴らしかった。距離って流れた。続いてボンバーマサゴ。優しい優しい。狙いすぎた結果グリーンオンならず、それでも変わらずハイテンションです。いやー、グリーンが楽しみだぜ。最後のチャレンジャーは自信満々の加山投手。僕が抜きたいと思います。来た、うん、近い、これ近い。うわー、ナイス。近いじゃない近いじゃない。痛い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 。よいしょ。さすがは何度もチームを救ってきた加山投手。これは記録更新濃厚か。ただいまの記録 3m です。うわー、惜しい。悔しいわ。森もっと近かったの。森さんに一言ありますか。すいません、練習しておきます。ということで優勝は2m79cm 森唯人投手。投手陣が表彰台を独占です。さあ、見事にはピンチを収めました。森唯人投手です。おめでとうございます。めっちゃ納得いくショットではなかったですけど、まあクラブが仕事してくれました。なんかめっちゃそれっぽい。まあ来年に向けての意気込みをください。今年1年間不甲斐ないピッチングだったので、また来年しっかり戦えるようにまた頑張るので応援よろしくお願いします、はい、この番組の特別協賛社ティオルスは、家具家電は買うより借りて気軽におしゃれに揃うをキーワードに、レンタル事業を全国で展開。国内最大級となる250以上のブランドを取り扱っています。フルスイングでファンを魅了する柳田悠岐選手、球界を代表するバッターにはもう一つ別の顔があるんです。それはキッズの素朴な疑問を解決していくギータ先生。テレビ西日本モモスポの大人気コーナーです。教えてギータ先生。いやいよいよ、はい、お願いします。対面ですよ、はい、よろしくお願いします、ね、久しぶりですね。そうですよね、こうやってやるの、さて今回は今年最初で最後の直接指導ということで特別編。ストレス社会に悩む大人たちを救いたいということで2年ぶりにやっちゃいます、ギータ先生アダルト編です。2021年の最後の授業となりますけども、はい、アダルト編です。はい、わかりました。いいですか。はい、まあ、何でもいいです。いやでもアダルト編で質問を寄せたら200件以上来たんですよ、はい、嘘でしょ。本当ですって。まずはこちらから、はい、ででん、翔太くん31歳です、はい、今月流行語大賞が発表されました。ギータ先生の今年の流行語は何ですか。
あ、発表されたんですか、もう。そうなんですよ。何なんですか。まあ、リアル二刀流、ショータイムみたいな。大谷選手。いいね。いいですね。知らんかったね。知らんかった。なんで、結構話題になってましたけど。テレビ僕あんま見ないです。なるほど。はい。TNC しか見ないですよ。ありがとうございます。はい。流行語？まあ、ギータ先生の中でよく使った言葉とかで。ガニ刺す。ガニ刺す。ガニ刺すっすね。意味を教えてください。さすがに。さすがにのところをガニ刺す。ギータ先生の流行語はガニ刺す。その正しい使い方がこちらです。秋田先生。先生、はい、はい、じゃあ、やりました。よし、よし、はい、ガニ刺す巻きすぎてやばいんで。ガニ刺すガニ、ガニ刺すカト、ガニ刺すカト。おい、使うだけで雰囲気が変わる魔法の言葉です。それはギータ先生から発信してる。谷川ゴンゾーです。が、ガニ刺す、ガニ刺すって言いだした。発信源はギータ先生のマナ弟子ゴンゾーことプロ6年目の谷川健太選手。後輩とも気さくにコミュニケーションを取る、さすがはギータ先生です。毎日使ってます。ということで2021年のギータ先生の流行語大賞はガニ刺すです。はい、ありがとうございます。さて、ここからはギータ先生の先生辰川校長とのダブル授業です。はい、辰川校長です。こんにちは。はい、もうね、お久しぶりです。大きい声言うけど、お久しぶりだろうって。さっきあのティーグランドで会ったのよ。ありました。何すか。コーヒープレゼントして。ありがとうございます。いただきます。もうこれ好きなん。大好きです。飲めるの。なんで知ってんすか。よくわからんねんけど。ちょっと飲んでみてくれ。なんか入ってるとこないですよ。ないないない、絶対ない。どんだけ疑って絶対大丈夫。いやいや、これが大事なことよ。あったかいね。あ、美味しいですわ。 ありがとうございます。なんてやった。150。すごい叩いたな。そんな中ですよ。これの点数かも。いやいやいや、ゴルフですか。ゴルフ47。あらららら、久々の授業でも息ぴったり。漫才家のような軽快なトーク。皆さんの悩みも吹き飛ばしてもらいましょう。こちらです。はい、りのちゃん16歳からです。野球とギータ先生に夢中で勉強に集中できません。どうすればいいですか。まだ16歳は大人ですか。やばい、やばい。普通に集中しましょう。集中できますかね。全然できます。もうあとは気持ち次第だと思うんで。テレビはつけちゃダメですね。はい、テレビはつけちゃダメです。ダメですか。はい、ギータ先生に夢中っていうのもまた嬉しくないですか。いや、嬉しいんですけど、だから僕らは野球するときテレビつけないんで。お、はい、そういうことなんです。ガチでやるときは、うん、それ一本で、テレビも携帯も何もダメです。これ16歳大人で間違いない。いや、大人です。大人です。もう大人です。15歳超えたら大人。わかりました。7歳超えたら大人。いやもう昔はあの男女7歳にしてなんとかいう言葉があったの。続いては毎年恒例ホークスドッキリ大作戦。もし突然目の前にプロ野球選手が現れたら。宿題しとるか。宿題しとるか。宿題しとるか。ホークスファンにドッキリを仕掛ける夢のような企画。今年も子供たちに幸せをお届けします。やってきたのは福岡市天神ロフトビルの8階、 e スポーツチャレンジャーズパーク。 e スポーツの様々な要素を集約し、普段はカフェとしても営業しています。今回の仕掛け人は甲斐野投手、笠谷投手です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと待ってください。ね、まずお二人コーディネートが一緒じゃないですか。これどうしたんですか。もうね、本当に合わせてないんですけどね。本当合っちゃいました。本当に合わせてないホークスの仲良しコンビ。右肘の手術から復帰した甲斐野投手と、今シーズン初めて開幕ローテーション入りを果たした左腕笠谷俊介投手です。さて、ドッキリ大作戦の内容です。子どもたちと今人気の e ベースボールプロ野球スピリッツ2021グランドスラムで対戦していただくのですが、子どもたちは甲斐野投手と笠谷投手が対戦相手とは
知りません。偽番組の収録で吉川さんと対戦すると伝えているんですが、まあ、ドッキリということなんで、まあ、僕と笠井のことを分かってくださってたらならいいのかなとは思いますけど、はい、ちょっと控えめですね、はいはい、です、はい、大のゲームマニアなので、プロスピでも何でもかかってきてくださいって感じですかね。え、じゃあプロスピもお得意ですか？でも得意です、得意です、はい、負ける気がしないと子供たち相手でも容赦しない、容赦しないです、もう学校にしてやりたいなと。やる気満々の貝野投手、ここで一度隠れます。ドッキリ大作戦のターゲットは小学5年生の野球少年3人、ゆうたくん、がくくん、れんたろうくん、みんなホークスファンです。仲良しコンビはドキドキしながら子供たちの様子を見守ります。がくくんはプロスピしたことありますか？はい。お、じゃあ得意ですか？はい。おー、どのぐらい得意ですか？吉川さんが泣くぐらいと。泣くぐらいですってボコボコにされる。かわいい。がくくん、得意なモノマネは何ですか？松田選手。やりましょう。松田選手。さあ、それではがくくんによる松田選手です。お願いします。きたー、間違いない。かわいすぎる。がくんも俺やわ、キャラが。もし仮に会ったとしたら、え、叫びます。叫びます。裏にプロ野球選手が隠れているとは知らず、イケイケの子供たち。僕らが分かるか心配と言っていた2人ですが、果たして子供たちの反応は？お、てててれーって反応薄い反応薄い。やばっ、まさに叫ばないの？本物の叫ぶって言ってたよ。ホークスの野球選手、貝野投手、そして笠野投手です。みんなびっくりすぎて思わず声が出なかったかな。反応薄くない？ガク、ガクノリノリやったで。ガクノリノリやったで。ガク、ずっと会ったら叫ぶって言ってたけど、いや、やっぱ無理です。このまま前にするとね、実際どう？やっぱり大きいですか？はい。目の前で見てどうね？やっぱ迫力があってでかい。さっきモノマネ上手やったね。うん。ちゃんと、ね、うまかった。ちゃんと。ガク君が全然目合わせてないけど。ちょっとでも、ガク君はなんか幼い頃の貝野投手みたいな。似てるね。同じ匂いがする。ということで今回は貝野投手と笠谷投手とプロスピで対戦をしていただきます。よっしゃー、変わった。よっと吉川さんではなくお二人となんですよ。おー、ね、やったね。めっちゃ嬉しそうな顔してるやん。そっちの方が良かったですみたいな。ガク、実際にこのお二人とプロスピで対決ってなると、吉川さんと同じでバチボコに。おお、いいね。来たね、来たね、ありがとう。いいですね。どうかね、なるほど。いや、相手プロなんでちょっと本気出せないかもしれない。いい子やな。ガチガチ本気出していいよ。めちゃくちゃいい子やな。さあ、いよいよですね。貝野投手、笠谷投手、準備は大丈夫ですか？バッチリっす。ちなみにあの、ガク君がなんかちょっと言いたいことがあるみたいな。勝ったら、笠谷投手じゃなくて貝野選手があのモノマネしてください。素晴らしい。貝野投手限定で。なんで俺だった？いつもしてる。いつもそんなキャラでしたっけ？モノマネキャラでしたっけ？いつもはしてないね。1個。あ、オッケーオッケーオッケー。1個さんのね。あ、なるほどなるほど。それ見たいと。新作があるかもしれんよ。あるか。新作で。新作で。新作。オッケーオッケー、分かって。負けたらやね。はい。じゃあ俺らが勝ったら好きな選手誰ですかって多分聞かれると思うから、貝野と笠谷ですって言ってください。固定です。絶対よ。固定。どうせ勝てる件。どうせ勝てる件。超えてきた。いけるよ。ここでルールを説明します。試合は3イニング制で最大延長は5回、両チームともにホークスを使い戦います。貝野選手、笠谷選手が操る福岡ソフトバンクホークスと、自信満々のガク君、レンタロウ君、ユータ君の率いるホークスの試合をお伝えしてまいります。
プロ野球選手がゲームでどんなプレーを見せるのか、それとも少年野球チーム、プロのボールをゲームの世界で打ち返すことができるんでしょうか。はい、さあ始まります。バッター担当が甲斐野選手です。頑張れ。それボールやね。おー、空振りを取りました。ボールやね。いい球投げてるよ。フォークやろ。うわー、あっと素晴らしい空振り三振。三球勝負。サクサクワンアウトです。いいスタートは少年野球チーム。やばい、危ねえ。ちょっと2ボール1ストライク。引っ掛けばっかやの。この2人ピッチャーを見せて。ほんと、おい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 、千賀さんといえば何だ。監督、クイズでいいですか。いや、容赦ない選手チーム、子供たち早速ピンチです。さあ、ワンアウトランナー三塁です。ここは大事に行きたい少年野球チーム。合わせていくやろ。セカンド抜けました。やばい、お前なんか死ねよ。先制点は選手チームです。まず1点を取りました。先制点を奪ったのは選手チーム。今度は子供たちの攻撃、みんな頑張れ。今度は選手チームがピッチャーになっています。おー、いきなり打った。ちょっと待って、やばい、これ今どうした、今のファールの反応やばいっす。うわー、捉えた。めっちゃうまい。間に合いました。いや、でも多分芯で捉える。これは少年野球チーム、しっかり捉えていっています。反撃に出たい少年野球チームでしたが、選手チームもここからさらに真剣に。プロならではの配球に子どもたちは翻弄されてしまい、点を奪うことができません。これ以上の失点を防ぎたい少年野球チームは3回マウンドに甲斐野投手を送り込みます。少年野球チームが甲斐野投手を使ってきました。どんな気持ちで今バッティングされてるんですか。いやいや、こんな簡単なピッチャー余裕っしょ。あー、やばい。あー、ボール投げれるやん。甲斐野投手が甲斐野投手に詰まらされました。試合で投げろよそれを。フォークやろ。絶対刺しんの。少年チームの甲斐野投手がピッチング。子供たち、このピンチを抑えられるか。もう見て、ピッチャー良くないっすね、このピッチャー。これこのピッチャー良くないわ。宇宙が鳴った。選手チーム追加点。2対0になりました。ピッチャーほらあかんわ。これ、ガッくん、これピッチャーどうやった。ちょっと配球がないっす。優しいな、球はいいもんね。ね、ちょっと配球、甲斐さんがちょっとね、ちょっと打ってくれよっていうところ構えちゃってるもんね。なるほど。甲斐さんに言っとき、甲斐さんにね。ボールは悪くないと言ったガク君。しかしここで甲斐野投手を交代します。え、もうピッチャー甲斐野？え、無線。寂しい。この回のシーズン中から追加点が入りました。オリショッキング。詰まっている。三森。2点を追う子どもたち、点を取らないと負けてしまいます。一方、選手チームも甲斐野投手をマウンドへ。最終回なんで、ちょっとなんか配球とかなんかちょっとだけでも教えてくれたら嬉しいですね。甲斐野といえば、どんだけ1投もらった上で、あーい、ガッくん、ガッくんが勘違いします。ガッくん、甲斐野といえば何ですか。どんだけ、どんだけ、ありがとうございます。野球だよ。野球ではない。野球やわ。まっすぐ、まっすぐ行くよ。まっすぐ、まっすぐ、予告まっすぐ。あー、危ない。さあ、試合。めちゃめちゃいい球投げてる。おい、ピッチャーおるぞ。あとワンアウトで負けてしまう少年野球チーム。ここで右の大砲リチャード選手を代打に送り、勝負に出ます。
球チームに待望のホームラン。あと1点で同点。みんな最後まで諦めていません。バッターボックスには我らがギータ先生。守備やる、真ん中、真ん中、そうね、2球目土壇場で2打席連続のホームラン。試合はなんと延長戦に突入します。使いますよこのピッチャーおかしいですね、真ん中ばっかりです、このピッチャーはただ打たれますよ。今シーズンの感じじゃないですかね、じゃあこれは、今シーズンみたいですね。そして最終回、選手チーム最後の攻撃です。最終回です。選手の攻撃詰まらっている。少年野球チームが詰まらっています。ここで少年野球チームが抑えれば負けはありません。次バッターはどなたですか。はい、お一発狙うのか、一発狙うか、狙ってる下位の選手が操る柳田、どうだ、ただちょっと伸びはない、センターの前、ヒットになりました。まだいける、粘る、まだいける、これ野球チームもただじゃあ、選手チームはさらにヒットを重ね、ツーアウトから勝ち越しの大チャンスを作ります。3ついってる、ランナー3塁か、さあバッターボックスはグラシアリです。うわー、ええカットや、ピッチャー森打ち上げてしまった、これで打ち上げてしまった、これで少年野球チーム負けはなくなりました。選手チーム、これは悔しい。一方、子供たちはサヨナラ勝ちを信じ、最後の攻撃。バッター、三森。えぐい。ああ、これ、詰まらずでフェアです。中村、追いつく。ねえ。ああ、どうしよう。これ、ちょっと抑えるな。バッターボックス、上林。最後のバッターになるのか。いいところ。これ、ちょっと。プロの配球です。あまりの。ああ、打ちを見せて。追い込んでいます。最後は真っ直ぐ行きますよ。予告まっすぐ、三振。引き分けか。なんとこの対戦2対2、引き分けに終わりました。引き分け。延長戦にもつれ込む激戦、試合はなんと引き分けに。罰ゲームをかけて、こうなったら勝敗を決する方法は一つしかありません。最終的にはじゃんけんで決めます。やばー、よっしゃ、一回勝負、素晴らしい、一回勝負。貝の投手にモノマネを、少年野球チームか、子供には負けられないプロ野球チームか、最後の勝負です。最初はグーじゃんけんボン、よっしゃ、貝の投手、決め球っぽい、なんかフォークっぽいイメージですか。やらかした、やらかしました、勝利は少年野球チームです。ということで、お約束通りね、あるでしょ、これは。え、しないんですか。芸人ですか。芸人しないんですか。振りが絶妙ですね。覚えてますか、あのくだり。勝ったら、モノマネしてください。やるんですか。海の投手は、一行さんで。お、みんな大丈夫。やったことないって。いや、もう、小学生に負けて、悔しい、モノマネをする流れに。カタヤ投手は、なんか足玉だ、足玉だ、ちょっと待って確かに、それ僕じゃない。なぜ足玉なさんなのか、その原因は試合前の五十嵐アナに。あの、みんなが知ってる、あのね、足玉らだよ。ちょっとこれは難しいですけど、いけるよ、やらさせてもらいます。うん、はぁ、うわぁ、足玉だよ。くぅ、ありがとうございます。今、今、持ってあげてください。笑い投手、めちゃくちゃ顔赤くなってますから。
時間にひどすぎだ。シーズン中のマウンドの時そんな緊張感ありました？ありましたけど、こっちの方がやばいっす。初出し。むしろ芦田愛菜さんに失礼。そうね。ラク君からもお二人に一言ありますか？頑張って優勝してください。はい、はい、すいません。せーの、カイノ投手、ホザヤ投手、ありがとうございました。真の圧倒は俺だ、パター対決。よろしくお願いします。お願いします。今回は和田投手、甲斐野投手の投手チームと牧原選手、リチャード選手の野手チームでパット対決をしていただきます。投手チームは今度こそ勝ちたい甲斐野投手に、衰え知らずのベテラン左腕和田投手のコンビ。野手チームはホークスの切り込み隊長、牧原選手に、右の大砲を今シーズンブレイクしたリチャード選手です。そして今回初めての MC に挑戦するのが厚尾こと松田選手。なんでそっち側にいるいや、タイトルがね、真の厚尾を決めるって、もう、はい、真のですもんね、厚尾の。そうです、もう僕は本当にね、真の厚尾を決めるんでね、しっかりやってくださいよ。はい、もう厚尾のね、称号いただけるのであればマウンドで厚尾したいんで、はい、まあ、ぜひ勝ちたいなと思います。はい、そして最後にリチャード選手。でも厚尾の称号をもらえるなら打席で厚尾したいんで。わパクっとるやん。繊細な技術と勝負強さが求められるパター対決。勝ったチームには豪華賞品が。今シーズンの賞金女王で東京オリンピックの銀メダリスト、稲見萌寧プロも使用する UST マミヤのシャフト、アッタスキングです。アッタスキング、アッタスキング。さんも使ってらっしゃると。そうです、すごいな。そして今もう売れに売れていまして、うん、なかなか手に入らないね、プロチでプロ御用達の一品でございます。もちろん負けたチームにはきつい罰ゲームが。苦いお茶です。本当に苦いかね、五十嵐アナにね、ちょっと飲んでもらっていいですか？私本当ですか？はい、どうぞ。アドリブ、いや、ちょっと、はい、じゃあ松田アナも飲みますわ。はい、まず、ありがとうございました。マッチも言葉なくなってた。さて、ここでパター対決のルールを説明します。1打目で入ったら150ポイント獲得。2打目は厚尾ゲートを設置しカップインすればゲートの大きさに応じたポイントを獲得できます。3本勝負で合計ポイントが多い方が勝ちです。まずは投手チーム、甲斐野投手の1打目お願いします。はい、この辺お願いします。この辺だよね、この辺のイメージ。はい、大事よ、これ大事よ。いいんじゃない、これ入ったんじゃない、入ったよ。うわ、最後ね、曲がったね。結構曲がったね。いきなり投手チームにビッグチャンス到来。狙うは大物、100ポイントです。和田投手、自信のほどはいかがですか？いや、これ入れるよ、まず。入れますか？これぐらいだよな。はい、お願いします。向きね、はい、そんな落ちなかったもんね。一方、先制点が欲しい野手チームも牧原選手がナイスパット。こちらもビッグチャンスを作ります。100、しっかり決めました。ということで、はい、野手チーム100ポイント獲得です。リードを奪ったのは野手チーム。勝負は2回へ。和田投手、ここで巻き返したい。弱い。和田投手、ここは寄せきれません。
しかし相棒の甲斐野投手が強気な選択に。先輩ですね。絶対入るで。100倍になります。おっしゃってますけど、カイノ投手どうですか？100でいこう。もう強くの？おう。いたーよー。手に汗握る接戦。リチャード選手が戦況を大きく動かします。来た。おい、リッチナイス。また寄せたな。寄せたね。これ何これ。槙原さん何ポイントいきますか？30。カップまで残りわずかですが、ここは手堅くいくことに。よし、やっぱ追加点欲しいところやね。追加点欲しいところ。そして最終回、ここまでいいところがない和田投手、入念にラインを読みます。これ分かんねえ。真剣なっとるよ。真剣に次ポイント入らないと負けてしまいますからね。はい、投手チームこれ大事ですよ。来た。どうだ。ガチか。来た。ワンさん、これ本当に痛いでいいですか？もう、はい、もう頼むよ。このチャンスはもう本当に僕も本当にもらいます。目つぶっていくんですか？鶴ヶ島返すの。大学の寮っすね。和田さんがすごい。投手チーム来ましたね。来ました。はい、土壇場で。よーっしゃ。投手チームが逆転。一気に余裕がなくなった野手チーム。弱いだろこれ。弱いよ、マッキー。これは弱いじゃない。さあ。見せ場作ったよ。絶体絶命の野手チームに和田投手から救いの手が。2つのゲートを通してカップインすれば野手チームの逆転勝利となることに。よし、これでいこうか。どうや。最高っす。どうだ。見えた。ライン見えた。どう。見えた。ちょっとスライスでしょ。ここ入ったっすわ、うん、見えた。はい、どうぞ。狙うはサヨナラホームラン。運命の最終パットです。柳田選手に阻まれた。松田選手から結果発表お願いします。はい、結果発表です。200対130で和田海野の投手チームの勝利です。おめでとうございます。ですね。はい、あ、そうだね。ということで優勝商品こちらシャフトをプレゼントします。これなかなか手に入らない、うん、貴重なシャフトでございますので。ちなみに何て読むんでしたっけ。アッタスキングです。おめでとうございます。一方、敗れた野手チームには苦いお茶が襲いかかります。第2キャリアどれぐらいいるの。もうでも量ないですよ。正直に言っていいですか、はい、飲んでうまかった。うまいって言う。あ、全然ですよ。もうそれはうまそうだけど。お願いします。一気で。すごい巻き。さすが巻き。男。飲むんじゃないか。はい、完全に敗因は置きに行く点数30点。もう点をちょっとずつ重ねていく、コツコツ、まあ、野球と一緒です。うまっ。その気持ちが裏目に出ましたね。今回は惜しくも、はい、じゃあそれでは皆さん、ご一緒にせーの、アウト。
教えてギータ先生アダルト編。ゴルフも授業もいよいよ終盤。まずはビッグボス、日本ハムの新庄監督に関する質問です。こういう質問も来てます。ヤス君40歳、開幕戦がビッグボス率いる日本ハムです。ギータ先生のビッグボスは誰ですか？僕のビッグボス、まさこじゃないんか？後輩ですか？地元監督に決まってるじゃないか。お前何言ってんだよお前。いやちょっと聞いた先生に聞かせてくださいよ。藤本監督ですよ、ボスは。あ、間違いない、我々のボスは。そうだよ、藤本監督。でも藤本監督はやっぱりそのもうビッグボスみたいな呼び方はできないですもん。ドンみたいな。ドン。ドン。藤本監督ですね。ドンです。こういうことです。お前ちょっとしかしビッグボスのあの喋り方に似てきたね。本当ですか？僕がですか？ビッグボスに負けないオーラをギータ先生から感じ取った達川校長。ここである予言を。来年の開幕戦の1打席目はホームラン。予告しとく。絶対です。これ本当ですか？無理です。まあそう簡単に言うとホームラン打てるものないけど、まあ、やっぱり集中力がね。だから5分でも10分でも勉強するぐらいな。いや間違いないです。本当そうです。短くていいんで集中してやる。そうその積み重ねよ。そうです。はい、わかりました。大事なのは全集中。2人の先生からありがたいお言葉をいただいたところで、次は恋のお悩み相談です。あやちゃん17歳、チャック全開を好きな人から指摘され、それ以降恥ずかしくてその人と話すことができません。どうしたらいいですか？それよりもっと恥ずかしいことこれからいっぱいありますよ。そんなね、なんてないですか？なんちゃない。もうね、そんな気にせず普通にしたきゃいいです、はい、もうそんなん楽勝っす。好きな人から指摘されたら一番いいじゃない。そうよ、それで会話できてるんだから最高じゃない。いやいや違うよ、その人と話すことができません。話じゃないですか？それはもうじゃあ別れた方がいいよ。いや付き合ってもないかもしれないですけどね。いやいや、片思いかもしれないですけどね。こればっかはもういろいろ人生山あり谷ありなんです。これはもう本当にもうこんなんで悩んだったらもったいない。時間がもったいない。わかりました。今頃ええこと言うようになったね。すごい。どうしたお前。さあ最後は3児のパパギータ先生に子育てについてのお悩み相談です。子供がイヤイヤ期で悩んでます。3児のパパギータ先生はどう対応しましたか？いやいや僕もこれは本当困ります。いつもいつも、はい、だ僕ん家の真ん中のことがめっちゃイヤイヤ期なんですよ。もうやばいっす、暴れます、ガシャガシャです。もう止めれません。そういう時はどうするの？そういう時はとりあえず抱っこするけど、そうさすがだね。抱っこしても暴れ倒すんで、そういう時はこうやって抱っこしながら嫁さんに助けて、助けて、ね、すごい助けて。何が嫌なんでしょうね。なんなんすかね。お母さんがやっぱりギュッと抱きしめるとね、あの安心する。そうね。ちょっと筋肉がありすぎると硬いんだ。いやいやいや。お母さんのあの母性に。うんね、勝てない、ね、絶対勝てない、絶対勝てない、どうやっても何しても勝てない、何しても勝てない。どんだけゴマすりまくってコビ売りまくっても絶対勝てない。そうそう、ちょっとそれパパとしてちょっと寂しい、寂しいんですけど、でもそれはそうだよなと。そりゃそうだよ、ずっと一緒にいるからお母さんもうそれは当たり前だ。でもやっぱり僕にしかできない、うん、いや怒らず、うん、優しく、うん、ごまする。ごまする。ごまするは多いよ。結果ごまが。でも優しく接すると、はい、それは心がけてます。わかりました、はい。愛ですよね。はい。2021年の授業はここまで。ギータ先生、来年もよろしくお願いします。さてここで選手会ゴルフ MVP 達川賞の発表です。本日の達川賞はアーツオーのマッチです。よし。いやあのー、私がいた時はずっとマッチのおかげでね日本一になってね、それと今日もね、パターのねあれ協力してくれて、本当にマッチ、はい、2戦まであと 何本 ?190 本ぐらいです。よし絶対行こう。わかりました。どんなことしてもはいつくばって。わかりました。ええか。400本は、はい、あと何本や。あと、99本です。これはまああの小中プロマー、はいさんからこれね、はい、ありがとうございます。できました。焼酎大好き。じゃあ1、2、の3アーツー。そしていよいよ選手会ゴルフの最優秀選手を発表します。
見事ティオルス賞に輝いたのは森唯人投手です。めちゃくちゃ嬉しいですね、はい、まあ、使わさせていただくので、はい、まあ、本当に僕のために開いていただいた会だったなと思ってます。本当にありがとうございました。